時刻は夜10時を回りました。皆様こんばんは。秋元の子お休み前の本棚の時間です。この番組は朗読を広めたい女優、秋元の子がジャズやトークを交えながら好きな作品を朗読する番組です。夜のひととき、ほっとしていただけたら嬉しいです。 この番組は FM ギノワン海の見える素敵なスタジオより10時30分まで放送いたします。YouTube でもネット配信をしています。お休み前の本棚で検索すると音楽は入りませんがこれまでの放送全部聞くことができます。また無料アプリのリッスンラジオをダウンロードしていただくと全国どこからでも 聞くことができますそして番組に対する要望、感想をお待ちしています。メールアドレスは797 f m g i n o ッ c o m です。う嬉しいことに、秋元さんの朗読を生で聞きたいのですが、次は、いつどこでありますかという、メールをいただきました。嬉しいですね。えっ、ー、と、 ちょっと先ですが12月1日が八王子12月7日が名古屋そして12月21、22日が銀座の予定ですまた近くなりましたらお知らせしますそれでは参りましょう今日のワンポイントレッス,レッス声の出し方や話し方など 秋元流の秘密をこっそり教えちゃいます。先週、先々週と声を支える筋肉についてお話ししました。で、お次は、立ち方、姿勢を一緒に考えてみたいと思います。私がいつも大事にしているのは、足の裏なんですね。足の裏の感覚なんです。足の裏がし しっかり安定していること、これがとっても大事だと思います。あのちなみに、ちょっとこう、うまくいかなくて焦ったり困ったときは、足の裏に意識を向けると、ちょっと落ち着くと思いますよ。さて、足の裏をぴったりつけましたら、その上に一つずつ乗せていくんですね。ふくらはぎ、膝小僧、太もも、 骨盤乗せて、お腹があって、背骨があって、と頭までトン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 とこう乗せていくイメージを持ってみてください。ね。そうすると、下半身は安定させて、上半身はリラックス。みんなただ乗ってるだけね足の裏に乗ってるだけなので、どこにも余分な力が入らない立ち方となります。そして、あとは胸を 開いいてくださいねあの縮こまってないで胸を開いてそれから顎が出ちゃうとまた違ってくるので顎を引いてそういう立ち方そ,それから姿勢を気にするといい姿勢を気にするとえ余分なところにあのお肉がつかないで済みます。では以上今日のワンポイントレッスンでした。 えー、先週、先々週にちょっと強烈なのを読んだんですけど平田敏子さんのお話、あかりちゃん、いかがだったですかいや、私はできるもんなららそうありたたいいいいよよと思なながら聞いてましやなんか、この寄ってくる、うんうん、自分の大好きな人に寄ってくる人を撃ち殺すみたいな、<laughs> あの元気はなかなか持てるものじゃない。 すごいよねよく考えるよね本当ですよレーザー銃ってところもいいですよねそう,そ,うそれでおんぶされてんだよだからおんぶされてるところから背中、うん、からこう描けてくる人くる人すごいね,ねそれになんかやっぱ彼の前だけで可愛いっていうところも、うんうん、ときめきポイントそうなんだよね、うん、あの本当に人好きになったら今どうしてるんだろう何してるんだろう誰といるだろうって思うもんねねそうですよ うん、いや、だから嫉妬してないふりをするのが上手になりがちだけど。こうやってあらわにするのも、なんか可愛くていいなと思いました。うん、す,んすごいよね。あの、やっぱり愛、愛情があるんだなと思いましたね、うんはい。表現が全部面白かった。面白かったね。うん、応答せよも面白かったでしょう。<laughs> 応答せよも面白かったです <laughs>。そう。はい<ー>、うん。いや。 すごい好きなんですよ。なんかうん、うん、他の人に何でああのを選ぶんですか？って聞かれたんですけど、<laughs> どう答えていいかわからなくて、いや好きなんですって <laughs>、うん <laughs> い。いいですよね。なんか自由ですよね。そうですね。楽しかったですね、うん。ありがとうございます。あのね、どうしても著作権フリーって言うと、昔の70年前の人ばっかりになってしまうので。はいうん だからあの平田さんはあの知り合いなので「読んでいいですか?」って言って「いいですよ」って言ってだからそうやって現代のものも読みたいですよね。えー、すごい素敵ですよ。またあれを書いた人が知り合いっていうところも私は面白いと思いますはい、はい、いいと思います今日もですね、うん、あのこれから読もうと思っている萩原作美さんも、うん、あのすごい長い昔からの知り合いなんですね。うん、あの あかりちゃんは萩原朔太郎って知ってますよね。あ、はい、知ってます。一応だけど、んうんうん、そそんなに詳しくないかも。詩、うん、を習うよね。萩原朔太郎のね。うん、あの、その方のむ娘さんが萩原洋子って言うんですけど、この方は知ってますか？作家なんですけど、はい。あ,あ、本当。あ、うん、うん、なんかわかんないかも。 わかんないですあのね昔なんだけどね、うん、イラクサの家っていうのがすごい流行ったんですね萩原陽子のイラクサの家あのサク太郎のこととか自分のこととか書いてある、うん、すごくこれも、うん、あなんていうかうん激しい物語なんですけど<ー>はいでその萩原陽子さんの一人息子が萩原作美って言うんですねだからサク太郎のお孫さんですねうん、うん それで私たちの私たちって言っても、うん、私の時代の学生、大学生ぐらいの子今から何十年も前なんですけど、うん、ビックリハウスっていうのが流行ったんです。そのビックリハウスを作った人としてもあの有名な人なんですね。うん、雑誌なんですけどね、うん、パルコ出版の。えー、まあ、パルコが出してるんだそう。今のサブカルチャーの先端、うん、最初だと思いますね、えー、すごい面白い。 うん一時も本当に人気でしたねうん、うん、で萩原作美っていうのはそこであのすごく名前がみんなに知られてるんですけどあと肩書きを言いますと映像作家であり演出家であり舞台のね、うん、あ寺山修司の舞台にも出ているんですねスカエッセイストそれから多摩美術大学名誉教授、うん、から前橋文学館館長 そして今役者をやってますね、もうお年なんですけど、<laughs> あのどうやって知り合ったかっていうと、私のマネージャーが空手をやってまして、うん、私がまだ20代ですね、空手やってて、であなたも空手やりなさいって、もっと強くなりなさいって言われて連れて行かれたのが、この <laughs> あの作美さんの道場だったんです。うんで<お>空手やりました<お>、はい、すごい道場 ななんか多彩ですねそそうそう <laughs> 本当にそうなの、うん、いろんなことをやれるって<白>、えー、映像作家なのでいろいろあの、ね、小さい短編ですけどあの映画とかも撮っててうん、うん、私の娘も。 出してもらったことがあります。えー、そうなんですね。だからすごい。小学校三年生の時で、なんか電線をずっと伝っていくっていう映像で、それで娘使ってもらっていい記念になりましたね。それはいい記念ですよ。すごいなそうそう、そう、小学校三年。それで私のええと親友が彼と結婚したんですよ。うんはあ、なるほど。<laughs> なのでもうずっとずっといろいろいろありまして、うん、で今日読むのがあの萩原陽子さんの「亡くなってから陽子さんのことを思い出を書いてるんですね」「死んだら何を書いてもいいわ」って言われたので書いたみたいなんですけどじゃあ早速作品と曲紹介いきましょうか、うん、はい、はい、ありがとうございます えーっとそれでは今夜の曲はチャーリー・パーカーで All the Things You Are そして萩原作美の「死んだら何を書いてもいいわ母萩原陽子との186日」より前書きとお風呂です萩原作美作「死んだら何を書いてもいいわ母 萩原陽子との186日。前書き。あっさりとした旅立ちだった。入院してわずか2日。私が同居して介護の真似事をしたのがわずか186日間。子供の私に煩わしさを体験させることなく、さっといなくなった。 2005年の7月1日だから、母親は84歳と10ヶ月だった。90歳まで元気で踊り続けるという夢は実現できなかったけれど、書いて、作って、踊って、濃密な人生を送れたと思う。母親について書こうと思ったのは、やはりあまりに慌ただしい別離だったので、 そのプロセスを書き留めないと何か終わった気がしないからだった。書き出したときすぐに頭に浮かんだのは斎藤茂吉の死にたもう母だ。我が母よ死にたまいゆく我が母よ。和を生まし死たらいし母よ。率直な英単だ。 私の場合、病院の中で母親の最後の息を聞きながら、このような感情は湧いてこなかった。もちろん自分の気持ちを文字に表現しようとも思わなかった。こういう幕の締め方なのか、といった客観的な思いだった。一さも思い出した。亡き母や、海見るたびに、 見るたびに。これもストレートで寄り道のない感情だ。一体私はどうなのだろうか。文章を書くことで正直になれるのだろうか。そんなことを考えてしまった。どうだったのか自分でもよくわからない。案外正直になっていた自分だったと思う。 父親のことを書いたのは十三年前だ。まだ父親は元気だったけれど、書いてる途中、病院で亡くなった。本は、砂場の町のガリバーというタイトルで、サブタイトルが、父のいない光景だった。私は後書きの中で、次は母、萩原陽子という本を書く。 と冗談で母親に話すと、よしてよ、死んでからにして、と言った。身内のことを書くのはど,どうも心苦しい。でも、書いてしまった。もう毒を食らわばの心境である、と書いた。その時はいつかもう一冊書くというのはずっと先のことだろうと思っていた。 13年は案外早かった。母親は覚悟のないままに自身の体に促されるように言ったと思う。体調は悪化しっぱなしだったけれど次には家族をテーマにした小説を書くと言っていたし足の具合が良くなったらダンスのレッスンを再開すると張り切っていた。そのために力を入れなくても書ける太いマジックを 何本も買い寝たきりでも柔軟体操だけはやっていた次のことをイメージして全て前向きに考える自分を動けなくなった老人と思ったことは一度もなかったと思う母親が1980年に出したエッセイ集「仮面舞踏会」の中で老人特有の老化現象が始まり 体の苦痛を他人に訴え症状を聞いてもらいたくなったら私はそれが寿命の来た日だと覚悟しようと思う。自分の体のこと以外は下界を見ない老人から一歩進み努力を重ねて勉強を怠らず趣味も合わせて死ぬ前日まで働けることを目標にしたい。 この目標が見えなくなった時は、私の寿命が来たのである。人間の最後は厳しいものである。と書いている。目標は相当体が弱くなった時でも失っていなかったから、80代に入っても自分の寿命が来たとは思っていなかっただろう。 母親がこの文章を書いたのは60歳の時だ。もちろん自分を老人とは思っていない。この時の老人は80代の自分の母親、植田稲子である。自身の60代は青春真っ盛りのようだった。三浦正氏の青春の終焉を読んでいたら、小林秀夫の文章が引用されていた。 還暦を言われてみると、照れくさい死儀になるのだが、せめてこれを機会に、自分の青春は完全に失われたぐらいのことは、とくと合点したいものだと思う。なるほどなあと思った。六十歳になってもまだ自分は若いと思っているのである。母親の場合は、合点などしたいとはつゆも思わなかったことだろう。 廊下というのは明日から始まるものではないのだ。廊下は意欲の低下なのだ。仕事も趣味も学ぶことも一生終わることはない。終わるのは意欲だけなのである。この本書の文章を書いている時に思い当たることは母親の若々しさであった。 今の自分と比較すると嫌になる。体の柔軟さ、仕事に対する意欲、どれもこれも若者のようなのだ。母親の年貢を見ると驚くことばかりであった。それともう一つ、自分の親不幸ぶりがつくづくわかった。母親のことを書くことは、自分の親不幸を 漂白することだ思い出すどのシーンにも親の嘆き声が流れているその効果音は今も私の耳に響き続けて消えないのだお風呂あれは同居してから何日目だったろう 母親がバスタブにずっと使っていなかったので、半ば強引に入れたことがあった。毎日濡れたタオルで体を拭いているから、お風呂はいいと言っていたのだ。タオルだけでは髪が洗えていない。頭だけでもお湯で流せば気持ちいいよと勧めたのである。風呂場の小さな窓枠は腐っていて、穴が開いていた。 外から虫が自由に出入りできる。脱衣所の床も何箇所か腐っていた。バスタブは長い間使われていなかったのだろう。激しく変色していた。きっとシャワーだけで長い間過ごしてきたに違いない。足の自由が効かなくなってから一人でお風呂に入れなかったのだろう。同居した時は 2階から下に移動するのさえ大変だった。お風呂どころではなかったのだ。お風呂は連れ合いと2人で両脇を支えていれば、なんとかバスタブに入れるのではないか。そう話すと、嫌だと言う。私、息子1人だけにしてくれと言うのだ。子供とはいえ、 異性だから同性の方が気が楽かなと思うとそうではないらしい。いざ入る段になって呼びに行くと、熱があるから明日にしてほしい。その明日になると、どうもめまいがするから治ったらという、そんなに嫌なものなのか、理由はわからない。 やっとのことで下着姿になって座った。どうしても裸になるのはダメなのだ。仕方ないのでそのままシャワーを浴びせかけた。どんどん下着がぬれて体にぴったりとへばりついた。上だけでも脱ぐと気持ちいいよ。と言うと、本人もベタベタとして気持ち悪いらしく上だけ脱いだ。 背中に石鹸をつけてこするとさすがに気持ちがよくなったようだった。頭もシャワーで洗った。シャンプーを流すと多少染めているのか水が灰色になる。お湯を後頭部にどんどんかけると頭の形がはっきりと姿を現す。おかしくなってしまった。 どうもその後頭部の形が自分の頭とそっくり同じなのだ。平らで大きい。私の帽子は L サイズである。後ろが出っ張っていないから格か好悪い。頭蓋骨の形もしっかりと遺伝するものなのだ。下半身の下着は最後まで脱がなかった。息子の前であっても恥ずかしいのだろう。 髪をドライヤーで乾かしていると、髪、全部白いと聞いた。鏡の中の自分の顔がよく見えないようだった。いや、黒い髪がある。と言うと、あ、う、あ、ん、よかった。少女のように喜んだ。こんな年になっても、まだ髪の黒白は心配なのかと思った。 白髪染めが流れたことは言わなかった。天気が良かったので、日の当たる窓際に連れてって椅子に座らせた。庭が見える場所だ。外を見ながら母親は言った。よかったわ、お風呂入って。やっと一仕事終わったように安堵して、いつまでも外を見ていた。 だから言ったろ入れば気持ちいいって。私は笑いながら言った。その瞬間だった。太陽に照らされて頬を少し蒸気させている母親。パジャマ姿の猫背の母親。頭にタオルを巻いた年老いた母親。その姿が何か映画のワンシーンでも見ているような。 過ぎ去った光景の中の出来事のように感じたのである。今の出来事が過去のことに思える。不思議な感覚なのだった。それはかなりはっきりとした確信のようなものだった。母親との生活の終わりの予感だった。 曲はチャーリーパーカーで All the things you are 朗読は萩原作美死んだら何を書いてもいいわ母萩原洋子との186日より前書きお風呂でした来週も読もうと思っていますそれでは番組に参加してくださった皆様ありがとうございましたお相手は秋元の子でしたそれではまた来週同じ時間にお会いしましょう おやすみなさい。素敵な夢を。